えっと、円安っていうのをずっと続けた方がいいよねっていうのを割とあの言ってらっしゃる方が何年か前にずっといて、で、円安にすることで、その日本の自動車とかがいっぱい売れるよねって言ってたんですけど、例えばじゃあ、えっと、1ドル100円の状態が1ドル110円になりましたと。で、そうすると、あの、ま、車とかだ、あの、もともとその100万円で売ってたものが、あのあ、のアメリカでいくと、じゃあ1万ドルでっ売ってたものが、その9000ドルで買えるじゃんと。 なので、10分の110%やつだから、めっちゃお得じゃんっていうので、アメリカで物があります。でも、その、1ドル100円が1ドル110円になるってどういうことかというと、日本中の資産が10%安くなったってことなんですよ。 なので、その、あなたの持ってる家も10%安くなってるし、そのあなたのもらってる給料も10%安くなってるし、その日本中の資産が10%安くなったってことなんですよ。例えその、あの、じゃあ株式市場で、その、投資をって、時価総額全部合計すると多分500兆ぐらいわかんないですけど、じゃあ500兆円ぐらいだとして、で、その、対ドルでいくと、円が10%下がったっていうことは、50兆円分価格が下がったっていうことなんですよ。で、それ日本中の土地も価格が下がったっていことで、 円安になってるってことは、日本中の資産が安くなりましたっていうことなんですよ。でもそれがいいことかのように言ってる人って結構いて、だから円安悪いことだよねって言ってる人ってあんまりいないんですよね、今でも。ドル換算で考えればわかることなんですけど、でなぜそれが許されたかっていうと、 あの、円安になった時に輸入しなきゃいけないものが高くなるんですよ。なので、あの、石油とかの値段が高くなるので、結果として通貨が安くなったらやべえって気づくんですけど、たまたまここ10年ぐらい、石油めっちゃ安かったんですよ。石油がめっちゃ安くなるっていうのと、円の価値が安くなるっていうのが両方重なったので、輸入する石油の値段があんまり変わんなかった。むしろ安くなったので、別になんか困らなかったんですよね。まあ、その鉄鉱石とか高いよねとかあったんですけど、別に日本人の生活してるとか鉄鉱石の値段が上がることで、 困ることはないんですけどただ石油の値段とかガスの値段が変わると電気代とかガス代とかが変わるからびっくりするってなるんですけどで今円安の状態なんですけど石油とガスめっちゃ値段上がってるんですよまだそんなにあの日本人の方では話題になってないと思うんですけどガス代高くなりすぎてイギリスとかって電気代2倍とかになってるんですよねアメリカとかも石油とかも高くなってるから物価がどんどん上がっていくよねっていうのでえっと1年で物価が5%ぐらい上がるって言われてるんですよね で、多分日本もあのガソリン代とか今後上がってって電気代とか上がっていくと思うんですけど、っていう感じでそう日本の資産がどんどん安くなっていて、生活コストはどんどん上がってますっていう状態が、あの皆さんのや,やりたがっていた円安の結果なんですよ。っていうのがあって、じゃあ何が悪いのっていうと、まあもその無能な人たち温存してるとか、その円安まずいよねっていうことが分からなかった頭の悪い人たちが、その主流派だったんですよ。 いやその通貨は安ければ安いほどいいんだみたいなことを言ってその通貨安を進めるみたいなことを言ってた人たちっていうのが本当は間違いでやったよねっていうのがまあようやくあの今気づいた人がいるっていう状態だったんですけど僕多分10年前ぐらいから円安良くないよねって言ってたんですよね。 あの結局その円が安くなるっていうのって売り上げは上がるんだけどその仕入れが高くなるから良くないよねと。なのであのいたずらに円安を追求するのは良くないよねって言ってたんですけどなかなかその時代は理解できなされなかったんですけども、まあ、最近ようやく理解され始めたみたいではい。っていうのが話戻って日本人の考え方自体が問題なのでその少子化っていうのはその結果の一つなのでなので少子化対策だけしても日本が良くなるかっていうとなかなかならないんじゃないかなと思いますけどもはい。